ポール・フリードリヒ・オーガスト・アシャーシン、パウル・フリードリヒ・アウグスト・アシェルソンは、ドイツの植物学者、歴史学者、民族史学者や、言語学者である。ベルリンで生まれた。父親は、医療関係者で兄に、古典学者となるフェルディナンド・アシェルソンがいる。ベルリン大学で医学を学び、植物学に興味を持った。1855年に、ブランデンブルカ編境博寮の植物、 地理学的研究で博士号を得た。1860年からベルリン植物園の助教となり1863年に植物学と植物地理学の教授となった。1873年にベルリン大学の非常勤教授となった。1869年にベルリン人類学、民族学、考古学会の創立メンバーとなり、1877年に 科学アカデミーレオポルディーナの会員に選ばれた。1868年にダルマチア海岸を旅し、特にモンテネグロの植物を調査した。ダルマチアの最高峰のオルジェンさんに登頂した。1873年から1874年にかけて探検家のゲルハルト・ロルフスとリビア砂漠を探検した。百七十六年以降もアフリカへ再度遠征を行い、 アフリカの植物お及びその他の国の植物賞に関する著作を行った。1890年代にはグレブナーと中央ヨーロッパの植物賞に関するなどの著作を行った。アフリカでは昆虫も採集し、標本はフンボルト博物館に保存されている。民族学、言語学の分野での貢献に関しては、ロストック大学から名誉博士号を受けた。 バッカクキンカの菌類の俗名、アスカーソニアやアブラナカの植物の俗名、アスカーソニアドキサはアシェルソンの名にちなんでいる。アッシュは植物の学名で命名者を示す場合に、パウルフリードリヒアウグスとアシェルソンを示すのに使われる。ありがとうございます。